知らせします。令和5年度第1回高等部警察官採用試験の申し込みが始まっています。申し込み期間は4月7日金曜日までで、第1次試験は5月14日日曜日になります。郵便での申し込みも行いますが、インターネットからの申し込みをお願いしています。また今年度の採用試験から受験資格年齢を引き上げました。令和6年4月1日時点で35歳以下の方まで受けることができます。採用試験についての詳しい内容についてはパンフレットに記載しており、パンフレット記載の QR コードからも採用係や情報発信をしておりますので、ぜひご覧ください。交番勤務などの地域警察、事件の捜査などをする刑事警察、交通違反の取締りなどを行う交通警察など、多種多様な仕事があります。まず、採用された警察官は全員、警察学校に入校し、警察官としての基本を学びます。警察学校卒業後は、地域警察官として、交番勤務をした後、希望に応じて、さまざまな分野の仕事をすることができます。私も交番で勤務した後、現在、広報活動を行う音楽隊、カラーガード隊として勤務しています。私たちと一緒に、京都のため、都民の方を守るために、働こうという高い志を持ちの方を募集しています。誰もはという方、ご家族、お知り合いで、警察官になりたいという方がおられましたら、ぜひご応募ください。お待ちしております。本日、パンフレットを持参しておりますので、興味のある方は、演奏終了後、退院にお声掛けください。京都府警察官募集についてのお知らせでした。